アイドルグループビッグバンの元メンバーの VI が自分の事業である煽りラーメンのノウハウを伝授した日本人にも性売買を斡旋していたことが分かった。ケーキ達人氏の軍事裁判所は12日、売春斡旋など9つの容疑で起訴された VI に懲役3年を宣告し、11億5000万ウォンの追徴を命じた。VI はこの日、法廷拘束された。裁判所は、VI の主要容疑である売春斡旋について被告人はユインソク元よりホールディングス代表と共謀し、外国人投資家に性売買を斡旋して親睦を深めたとし短期間に多くの女性を動員し一時的な性関係を結ぶなど、小接待を通して得た利益が少なくなく、厳しい処罰が必要だと判示した。裁判所は、VI が煽りラーメンと関連してスープの作り方などを伝授した日本人にも性売買を斡旋したと判断した。裁判所によると、2015年12月25日カカオトークの団体トークルームではプレゼントを送ってあげる、最高のクリスマス、初めての経験など売春を暗示する多数のテキストメッセージがあった。裁判所は VI は団体トークルームに2015年11月27日 A 会長も来るから別途準備しよう。もらったものの100倍にして返してあげようというテキストを送った事実が認められるとし、この時から接待の計画を立てていたものと見られるとした。VI は2016年煽りラーメンを創業した。裁判所は A さんがスープの開発を手伝ったとし、ラーメンビジネスにおける A さんの役割が大きいと思われるとした。また、裁判所は、YG 会社のカードで3800万ウォンのホテル代を決済し、売春を知らなかったのは信じむずいと指摘した。続いてカカオトークで接待の状況をいちいち共有し報告を受けたこと、商売買のために女性が動員された点、被告も日本人と売春の席に一緒にいた点など、被告人と弁護人の主張は受け入れられないとした。